それでは私から第9次総合計画の方向性について説明させていただきます。本編は概要版となります。詳しい内容をお知りになられたい方は全体版をご覧ください。まずは総合計画とは何か説明させていただきます。総合計画は街づくりに関する最も基本的な計画、最上位の計画で、市における行財政運営の長期的な指針となるものです。将来の高山市をどのような町にしていくのか、そのためにどのような取り組みを進めていくのかを総合的に取りまとめている計画であり、いわば未来の設計図のようなものです。未来の設計図である総合計画を検討するにあたり大切にしたい高山市の魅力です。まずは各地域に大切に受け継がれてきた誇れる伝統文化、人々の営みが大切な地域資源、魅力です。また日本一面積の広い市である高山市は豊かな自然環境が人々を引きつけています。雄大な自然や季節によって様々に表情を変える自然景観、それらもまたそこに住む人々によって大切に守り受け継がれてきた大切な地域資源です。そんな高山市にも課題がたくさんあります。人口の課題です。高山市では日本全体よりも早いペースで人口減少や少子高齢化の進展が予測されています。人口減少や少子高齢化によって地域のコミュニティ機能の低下や地域活動の縮小による地域産業の衰退が危惧されます。市の人口推移と将来推計では、現在の高山市となった平成17年の市町村合併以降人口が減少しています。直近の国勢調査令和2年ですが、人口が約8万4000人、65歳以上の人口が占める割合である高齢化率は 33.4% です。これが30年後の令和32年、2050年には人口が約5万4000人、高齢化率は 45.8% になると推計されています。先ほどの人口の推移を地域別にしたものです。令和2年の実績と30年後の令和32年を比較すると、すべての地区地域で大きく減少することが予測されています。すべての地区地域で 30% 以上の減少が見込まれていますが、特に市の中心市街地や市街地から離れた地域の減少が大きく、 60% を超える減少が見込まれる地域もあります。これらの市の魅力や課題を踏まえて、新たな総合計画の策定を見据え、市民の方々のご意見を計画に反映すべく、これからの高山のことを考える機会を多く設け、ご意見を伺ってまいりました。29の各種団体や町内会、21カ所でのまちづくり協議会との意見交換をはじめ、高校生などを対象としたアンケートなどを通じて多くのご意見をいただくとともに、人口や社会動向の調査分析などを行ってきました。なお、これらの結果については市のホームページに公開していますので、ご覧いただきたいと思います。さまざまな市民の方々や団体の方々との意見交換などで、子ども・若者の支援、担い手や人材の不足、コミュニティや地域活動の支え合いなど、市民である人に関するご意見を多くいただきました。これまで総合計画ではどのような町にしていくのかという視点が強い計画でしたが、第9次総合計画ではこれまで以上に市民である人を強く意識した計画にする必要があると考えました。第9次総合計画は市と市民が共通の認識のもと共同して町づくりを進めることができるよう、分かりやすい計画として策定するため、網羅的に全ての取り組みを記載するのではなく、市として重点的な取り組みに特化して記載していくこととしています。そして意見交換で多くのご意見をいただいた人という視点を踏まえて、4つのポイントによって計画を策定していくこととしました。1つ目のポイントは、市民と夢や思いを共有する計画です。総合計画に示すまちづくりの方向性等について、まちづくりに関係する皆さんが共有し、同じ考えのもとでまちづくりを進めていける計画にしたいという考えです。2つ目のポイントは、未来につなぐ計画です。
総合計画の計画期間は10年間ですが、次の世代にしっかりとつないでいけるよう、その先を見据えた長期的な視点を持った計画にしたいという考えです。3つ目のポイントは、地域が輝く計画です。市民にとって身近な地域におけるまちづくりについて、地域と行政が共通認識を持ち、それぞれの役割を果たしながら取り組んでいける計画にしたいという考えです。4つ目のポイントは、実効性のある計画です。計画を単なる計画で終わらせないよう、市政運営の方向性を皆さんが分かりやすく把握できる計画となるよう、また市政運営が円滑に推進できる計画にしたいという考えです。まず、計画の根幹部分となる基本理念と都市像についてです。基本理念は今後のまちづくりの考え方を示すもので、人を強く意識した基本理念としました。そのため、基本理念としては、人を育み未来につなぐ、美しい自然や景観、伝統文化など先人から受け継がれた飛騨高山の有形無形の財産を守り育て、次世代につなげていくのは人であるため、人を育み未来につながる飛騨高山を目指すとしました。そして、都市像を暮らす人、訪れる人が幸せを実感する町、飛騨高山としました。第9次総合計画では、計画期間内の10年間に特に重点的に進める分野横断的な取り組みの方向性を重点戦略として位置づけます。その重点戦略の考え方としては、町を形成するのはあくまで市民である人であり、あらゆる分野において人づくりに取り組むことを重点的に進めることとしました。戦略としては、先人から受け継いだ有形無形の財産を守り育て、そして未来につなぐための人づくりとしました。それを実現するため、3つの方向性、子どもが健やかに育つための支援、若者が活躍できる環境づくり、地域活動や産業、福祉などさまざまな分野における人への投資、人づくりを支える環境整備を重点戦略として位置づけて、人づくりの取り組みを進めてまいります。第9次総合計画では、実効性のある計画とするために体系を見直しました。分野別計画では、福祉・医療・健康分野、子ども・教育・交流分野など5つの分野に分けています。その下、計画をしっかりと下支えするものとして、着実な計画の推進を設け、計画の基礎となる協働や多文化共生、行財政運営などを位置づけています。そして、それらに関連し、すべての分野や土台部分も含めて、市政全般で重点的に分野横断的に取り組むものとして、先ほどご説明した重点戦略を位置づけています。分野別の計画は5つの政策分野で取り組むこととしており、1つ目の分野は福祉・医療・健康の分野です。この分野の目指す姿は、障害や病気の有無、年齢などにかかわらず生き生きとした暮らしの実現です。地域福祉や障害者福祉など6つの分野で目指す姿の実現に向けて取り組みます。2つ目は、子ども・教育・交流の分野です。この分野の目指す姿は、飛騨高山で生まれ育ち学び生活することに喜びが持てる暮らしの実現です。この分野でも、子ども子育て、学校教育など6つの分野で目指す姿の実現に向けて取り組みます。3つ目は、都市基盤防災景観の分野です。この分野の目指す姿は、生活の基盤である住居インフラ災害への備えなどが整った安全で安心した暮らしの実現です。この分野では、土地利用都市計画、公共交通など7つの分野で目指す姿の実現に向けて取り組みます。4つ目は、森林環境エネルギーの分野です。この分野の目指す姿は、飛騨高山の豊富な森林や自然資源を守り育て活用した快適で潤いに満ちた暮らしの実現です。この分野では、森林政策や生活環境など3つの分野で目指す姿の実現に向けて取り組みます。5つ目は、産業労働プロモーションの分野です。この分野の目指す姿は、飛騨高山の風土や有形無形の財産を生かした
活力と働きがいのある暮らしの実現です。この分野では農業、林業、畜産業、商業、工業など5つの分野で目指す姿の実現に向けて取り組みます。以上が分野別計画となります。次に地域間連携のまちづくりです。市民にとって身近な地域の活性化に向けたまちづくりをどのように進めるのかを検討しました。現行の第8次総合計画では20のまちづくり協議会の単位で各地区地域のまちづくりの方向性を示して取り組みを進めてきました。共同のまちづくりとしてまちづくり協議会の活動が10年を迎え、各地区地域の取り組みとしては確実に浸透してきています。一方で現行計画の課題としては広域的な視点によりまちづくりを検討していくことが必要であり、現行地域の枠を超えた広域的なエリアでのまちづくりの方向性を考える必要があると捉えています。また議会からは高山地域と9つの支所地域といった単位ではなく目的別のエリア設定が必要という提言をいただいています。一方で市民意見では市内全地域統一的なものではなく、まちづくりに関する地域別の方向性は必要であるという意見をいただいています。それらを総合的に踏まえて第9次総合計画では、これまで各地域が培ってきたそれぞれの強み特徴を生かした形で地域と地域、地域同士の連携強化を図り、そのエリアが一体となって進めるまちづくりの方向性を示すこととしました。第9次総合計画では地域間連携エリアのまちづくりとして5つのエリアを設定し、エリアのまちづくりを進めます。1つ目は国内有数の山岳資源や温泉資源を有するエリアとして、入川地域と上高良奥飛騨温泉郷地域を主な地域として、飛騨山脈の山岳資源や自然を生かしたまちづくりを進めるものです。2つ目は街道景観と都市部とのアクセスを有するエリアとして、清見地域と松川地域を主な地域として、自然豊かな街道景観と都市部とのアクセスを生かしたまちづくりを進めるものです。3つ目は南北の連携軸を有するエリアとして、高山地域、宇都宮地域、久久野地域、国府地域を主な地域として、国道41号 JR 高山本線沿線の自然と文化資源を生かしたまちづくりを進めるものです。4つ目は高知の特性と長野県方面からのアクセスを有するエリアとして、久久野地域、朝日地域、高根地域を主な地域として、国道361号主要地方道久久野朝日線を生かしたまちづくりを進めるものです。5つ目は高規格道路沿線の立地を有するエリアとして、高山地域、入川地域、清見地域、松川地域、上高良奥飛騨温泉郷地域を主な地域として、中部縦貫自動車道、東海北陸自動車道を生かしたまちづくりを進めるものです。地域の枠を超えたエリアとしてのまちづくりの方向性はこれで全てのエリアというわけではありません。また連携の枠組みを全ての分野で固めてしまうものでもありません。第9次総合計画をきっかけとして連携の取り組み、エリア一体のまちづくりの考え方が浸透し、相乗効果による各地域、地域の活性化を図っていきたいと考えています。次に着実な計画の推進です。さまざまな施策を効率的かつ効果的に進めるための施策の方向性を示すのが着実な計画の推進となります。総合計画全般にわたり重点戦略や分野別計画の推進のための土台、基盤となる施策です。ここでは3つの分野を設けています。分野1、市民共同情報発信多様性には、共同のまちづくり、広報広聴、多文化共生、人権について。分野2、計画推進では、総合計画、組織、人事、行政経営、DX 推進について。分野3、財政運営では、財政、財産管理、税制について、それぞれ計画を下支えする土台として取り組んでまいります。以上が現時点で検討している第9次総合計画の概要です。皆様からのご意見をお待ちしております。